こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、鬼滅の刃っていうアニメがありまして、だから今多分そのバンドスコアが結構出てるのかな。でバンドスコアの方も、ちょっと見せていただいたんで、そんな、そこら辺も交えて解説していきたいと思います。まずこのリズムパターンがね、基本の軸になるんですよ。なのでリズムパターン、まずハイハットクローズにして、でハイハットをこう、このようなパターンでいきたいと思うんですね。このパターンで、やっていきたいと思います。これはサビでも全部使えますし、基本的にこのリズムパターンがベースになっていると思っても過言ではないですね。ただちょっとここのバスドラがね、入れにくいって方はですね、これスニアにしてもらって全然構わないし、そうするとで、このタドンタはちょっと難しいんで、このパターンでいいかなと思います。これあのね、欄外にちょっと書いときますね。ここのところにちょっと書いとく予定ではいますが、今ちょっと書いてないんで、この形ですね。あとですね、ギターのパターンは、ダンダンダン、ウタンタンになってるので、ダンダンダン、ここのバスドラを、ここのハイハットと同じタイミングにすると楽です。ダンダンダン、ダンダン。タン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 っていう風にギターのパターンと全く一緒になるんで、こっちの方がやりやすいかなと思います。でもかっこよさはこっちの方がかっこいいんで、こっちを狙えたら狙ってください。でダン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 をギターはずっと弾いてるんですが、最後だけドラムがそっちのパターンによるということで、このリズムパターンになってます。これはタドストストタドタド、このドラムは最後タドで終わることがすごく多くて、ここもタドになってるでしょ。他のところでも出てきます。なのでこれはこれはあくまでも同音なんでなくてもいいです。タドストストタドストスト、これでもいいかな。要はダン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 の3拍フレーズなので、というふうになってますが、しちゃってもいいかなと思います。でここの A のパターンのところから、ここから、リズムがこう打ち込みに変わるんですよ。だからドラムセットじゃなくなるんですね。なのでこういうところってどうすればいいかっていうと、僕の今までの経験上はリムショットにすると。ここの、足も僕ちょっとヒールダウンしてるんですけど、ちょっと音量を抑えていくとかっこいいかな。でもまあ難しければこのまま。ハイハットをこのようにこう無機質にしてあげると、こう有機質じゃない感じにすると、この A のところがこう抑えられた感じがしてかっこいいかなと思います。で A 図のところはそのまま、ワンコーラス目はこのままいってください。でここでフィルインが、ここはなんかロールが打ち込み特有のっていうのが入ってるんですが、これはなくてもいいんじゃないかなと。で B のとこもここ明らかに打ち込みで音が消えたように聞こえるんですが、ここはまああのバンドスコアでもハイハットも刻んじゃっていいのかなと思いますが、ここのとこはね、だから言っといて4回足元に、ここは頭まで、バンドだと頭まで弾いた方がうまくいくかもしれないです。これ多分あの原曲は頭がこう、他の楽器が頭までブレイクで音が鳴ってるんですけど、ドラムは明らかに4ぐらいで止まってたので、こういう風に止まっちゃってもバンドで相談してやってくださったらいいかなと思います。1頭にするか4裏にするかは、ここら辺はバンドで決めてもらう。そしたらサビのとこはさっきのイントロと同じパターンですね。でダン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 のここの2小節のところでギターがまた同じリフを弾き始めるので、ここはこういうそうですね、
タドントンとタドントンじゃなくて3拍フレーズで、またリズムパターンに行く感じですね。でここはまあタカ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 が手前でここまで来てるので、タドンですね。だからさっきのここの、ここのフレーズもそうですが、タドントンとタドタドドドタドンっていうのもそうですけど、このドラマーの特徴ですね。タドン、これもジャズのビバップのやつ。跳ねてこういう風にすればビバップですね。でまあイントロは一緒です。ダン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 のとこは、ここはタドドタタ、ここなんかタム下ってるんですよ。ここフロアでもいいです。足がここだけシングルになるのね、というような叩き方になってますが、ここはちょっと難しいんで、これそのまま真似しなくて、だからもうタドットとタドットとタで統一するか、タドと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 タンタタ、もうどっちかで統一しちゃった方がいいかなと思います。で欄外に書いておきますが、ここのね、メルマガの人にはね、ちょっとここに書いてないですけど、ここをこの足が2つ難しかったら、タッドタッドの形のパターンにしてしまえばいいかなと思います。やっぱり簡単なパターンはね、ちょっと作っといた方がいいですよ。逃げのパターンというかね、要はリズムが崩れる方が困るので、リズムが崩れない自分の力量を考えてやってもらえばいいかなと思います。で1番と2番、2番はね、ここをリピートしたところは A2 のここのところはフロアで行ってるんですよ。このパターンハイハットでやったやつをここでやっても全然いいかな。パスがドンドンドンになってる方がね、この方がやりやすいかなと思います。でフロア、ここのとこみんなフロアでこうなるんですよ。で低音って一番こっちが響いてなきゃいけないんで、フロアちょっと低めにして全然問題ない。薄くフロアの色を塗ってるみたいな感じの感覚がいいかなと思います。2回目はここは、スニアで、うんと、まあタムで下ってるって感じなんですが、まあここら辺はどういうフィルインにしてもらっても構わないと思います。で2番全部終わったら、そしたら2カッコに入ります。だから2番カットする人はそのまま1カッコからいきなり2カッコに行けばいいんですけど、ここドラムずっとお休みなんですね。ここ打ち込みになってて、ただここドラム譜の売り譜ではこうなってたんです。で、多分これみんな結構そのまま叩くと思うんですけど、こんなに音量いらないんで、ここ静かな感じの方がいいんですよ。なんか広がる感じなので、なのでここに書いておきましたが、このアクセントだけで。これで行った方が全然多分バンドがサウンドすると思うんですね。でここら辺から打ち込みが入ってくるんですが、ここがいわゆるハーフなんで、でスニアがずれたりしてるんですが、このまま行っていいと思います。でダンダンダン、頭で叩いちゃっていいと思います。でここからがハーフってなるんですが、ハーフのパターンがこうなってるんですけど、これね、音楽的にはあんまり効果的じゃない感じなんですよね。ハーフを作るんだったら2番目の C のここでハーフにした方が多分こう音楽的に展開しやすいと思うんですよね。ここにハーフできちゃうと、ここって最後フルスロットルで歌いたい感じじゃないですか。なのでまあ打ち込みでかなりタイトに叩いてるんで成立してるんですけど、多分普通皆さんがバンドスコア見て叩く形の感じだと、ここハーフにせずにもうこのままフルスロットルで行き切った方が、まあ、サビのパターンで行き切った方が全然いいと思います。でここは2拍目に向かって、こうなってますが、あんまり多分ね、
これそのままやってバンドで絶対うまくいかないと思うんですね。なのでこの2拍目の高ドンブーンっていうのは決めたいので、 C2 のここに戻ってくるようにして、こっちのパターンに持ってってしまった方が、この形に持ってってしまった方が多分バンド的にはサウンドするかなと思います。ここはタドットットタドットットターンタカトンターンタカ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 っていうパターンですが、まあここら辺も一緒ですね。これタドットットタドットットタっていうのがジャン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 が入ってくるので、一番最初にやったこのパターンのまあタドットットタドットットターンっていうパターンですね。で最後はまあタムで、ここはドッドッドタンタカタカなんかタカトコトコタカトコトコターンって聞こえたんですが、なんかバスドラの音じゃなかったんですけど、定番はこう、このパターンが定番だと思います。でまあエンディングは一緒ですね。ダン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 、ここがこんな感じに聞こえたんですが、聞こえたんですが、ここはまあ今までのパターン、このダドットいくか、この3つ割りでいくか、まあその簡単なやつ、こんな感じで終わればいいかなと思います。で米ワンのところは米ワンのとこ、ここですね。ここ2回目の B のとこはダン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 ダダ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 を決めてないので、このままドンストンストンタン、をやってもらって、で6、7小節目にダンダンってドラム一人で決めてる感じ、ここかっこいいですね。このダンダンってドラム一人で決めてる感じを自分で作ってる感じがして非常にかっこよかったですね。パターン全部すごい、どれもよく練られてかっこよかったですが、まあ異論があるとすればここの C がハーフ、これがまあこのドラマはうまいことやってますけど、これは一般の人がやると絶対うまくいかないので、これはもうここの C2 で行き切ってしまえばいいかなと思います。で高どこジャーンっていうのもまあドラムが崩れるんだったら無視して、もうここをいきなり頭から普通に1番2番とかと同じようにここでブレイクして、普通の頭からこのパターンで戻ってくれば全然問題ないと思います。という具合に、非常にかっこいい曲なので、ぜひ挑戦していただきたいなと思いますが、シンプルにしてまずは骨格を作って練習してから肉付けするって感じで、肉付けはこういう風になってる、なぜこのように叩いてるかっていうことをよく考えて練習してくれれば、この曲はすごくかっこよく叩けると思います。テンポがね結構絶妙に速いです。なのでバスドラのダブルを踏むにはちょっとテンポが速いので、まあ難しければさっき言ったみたいに間引いて練習してくれればいいかな。ダン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 のところは、まあ今んとこかなんですが、かこれでも全然構わないと思いますね。というわけで、自分でここがこの決めが来たらこの決め、この決めが来たらこの決め、バリエーションを2つ持ってたらどっちかを自分で引き出しで入れていく。僕は3つも4つも持ってるので、他にもやり方がいっぱいあって、これダン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 のパターンに対して、あ、こういうアプローチができるんだっていうふうに覚えていけば、絶対に、うまくできると思いますし、この曲以外でも、アプローチができるようになってくると思うので、音楽的に吸収していくといいかなと思います。というわけでちょっと難しかったかもしれないですが、頑張って練習してください。メルマガの方には譜面がプレゼントでダウンロードできるようになってますので、この僕の手書きの譜面ですが、ぜひご活用ください。本日は以上になります。グレンゲ、リサさんのグレンゲでした。素晴らしい、かっこいい、リサさんかっこいいな。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。
今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。